少々手荒くなる。同じ悪霊持ちとは親しみが湧くが、このまま続けるとてめえ死ぬぞ。おてめえ、俺はもう知らんぞ。なんというパワーの使い、下手するとこちらが危ない。いいのか華鏡、私の炎は血と荒っぽいぞ。アブデルさん、本気で行きますからね。こいつはミイラ取りがミイラになるな。ポルナレフ、勝手な真似は許さんぞ。おめえ、俺が負けるとでも。ここで予言をしてやる。まずアブ、貴様は貴様自身のスタンドの能力で滅びるだろう。恐るべき剣さばき、見事なものだが、この私を倒すだと、相当うぬぼれが過ぎないか。行くぞアブデル、気合を入れろ。ジョースターさん、私は構いませんが、よろしいのですか。コーヒー味のチューインガム。ほら、お前の大好物だ。こいつで落ち着くんだ。弾丸など焼き落としてやる。眉間に風穴開けてやるぜ、アブドルよ。どんな貴様を炎で焼いてくれる。呪力の怖さを教えてあげる。この女、呪力を操っているのか。モハメド・アブドゥル、あなたが生きていたというニュースは本当だったみたいね。炎だろうと何だろうと、暗黒空間に吹っ飛ばしてやる。怪物め、焼き払ってくれる。君は普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだ。一つそれを私に見せてくれると嬉しいのだ。なんだこの男の声、なんて心が安らぐんだ。だからこそ恐ろしい。予言しておこう、お前は私に敗北する。獣め、化けの皮を焼き払ってやるぞ。はあ、貴様も炎を使うのか、面白い。この私は熱気に押されているだと。ジョータロウ、成長したお前を見せてもらうぞ。やっぱりお前は態度がでかいな、アブデル。ホワイトアルバムを知った上でのこのこ出てきやがったのか。舐めやがってクソがよ。そうカリカリするな、自ら負けを早めるだけだぞ。